スノーマン・メグロレン、理想のプロポーズはサプライズ派。と疑問を抜きたいんで、あえて指輪じゃないものを渡すのも素敵かな。単独初主演映画、私の幸せな結婚が公開中のメグロレンさん。モア読者から届いた、結婚にまつわる赤裸々な質問をぶつけてみると、惚れ直さずにはいられない、素敵な回答が続々と飛び出しました。 メグロレン1997年2月16日生まれ東京都出身2020年にスノーマンとしてデビューアイドルだけでなくモデルや俳優としても活躍出演作はドラマ表情に消えた初恋サイレント映画ガツの道欠けなど私の幸せな結婚が映画単独初主演作となるジャケット218,900円 ニット184,800円、パンツ1 5万4 0 0円、靴、参考商品、ボッテガベネタジャパン、ボッテガベネタ。旧憧れの夫婦像はメグロレン、憧れているのは男性が尻に敷かれている夫婦。女性に対するリスペクトを感じるじゃないですか。個人的にはその方がイケてるって思います。ちなみに、僕の父は全然、そういうタイプではなくて、 目黒家の絶対的王って感じです。でも、夫婦喧嘩をしたときは、最終的には、母の機嫌をとって、ごめんってよく謝っています。かっこ笑い。